男子個人組手決勝戦、小林邦雄対大隈耕一郎。小林邦雄が3度目の優勝、そして総合優勝を手中にするか。無冠の大輝がついに決勝進出、一気に頂上へたどり着けるか。大隈耕一郎、日本最強をかけたファイナルゲームが始まった。
倍反則赤の勝ち。大熊は先の小林の突きでダメージが残り、3回の場外反則負けを喫してしまったが、それは思考よりも本能で戦う者の証明であった。そして小林邦夫が3度目の栄冠をつかみ取った。日本一、そして日本最強の称号を再び手にしたのである。